ロードウェイラジオ。どうも、私ヨーロッパ企画という劇団で俳優をやっております長野宗則です。そして藤谷理子です。 KBS 京都、 RNC ラジオ、 CBC ラジオを聞くの皆様、今週もよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、まあ、劇団なんですね、私は。はい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 、はい、知ってますよ。ヨーロッパ企画という、ね、劇団所属してて、はい、毎年公演をやってるんですよ。はい、本公演ってやつですね。そうです、はいはい、で夏秋は演技をやってるんですよ。どっぷりと海にも行かず、ね、はい、スイカありもせず、うう息子とも遊ばず、そうです、はい、完全に劇の男になるんですけども、はい、まあ、それが、まあ、稽古をスタートしまして、はい、初日が8月3日から10月5日やってるんですけど、タイトルがヨーロッパ企画第39回公演御影旧校舎の77不思議。はい、今ね、御影って言ったのは別に僕の感情から溢れたものではなく、はいはい、タイトルなんです。はいはいはい、うん、でこれでちょっとお客さんも今回どういう公演なんだって思ってる人もいるし、そうですね、うんうん、僕も思っていて21年目なんですけども、はい、ちょっと今回ばかりわからないぞと。あらあら。なのにキャンペーンとかでテレビとかで喋んなきゃいけないことがあって、うん、このままじゃ やばいなというのもあって、うん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 、ちょっと呼びつけました。この御影旧校舎の77不思議の創造主、上田誠君です。どうぞ。御影、どうも上田です。よろしくお願いします。それどういうテンションの、どういうことですか。御影は、はい、思い切ったタイトルですねこれ今回ね、はい、そうなんですよ。はい、ずいぶん、うん、今回ちょっとでもね、うん、旧校舎の77不思議っていうタイトルはもともとなんとなく温めていて、はい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 、でも御影つけた方がいいんじゃないかっていうことになってつけるかつけないかをメンバー、今回出演する8人のヨーロッパ企画の役者に LINE で聞いたんですよね。どっちですかって言ってアンケートが送られてきて、そしたら 8-0 でつけた方がいいと。あ、だからこれは趣味のいい劇団だなと思ってそうしました。はい、確かに僕も1票入れた人間なんですけど、御影に1票あんま見たことないタイトルだし、うん、そうですね、うん、行をまず見ない。行ない、ね、カタカナで行がない、行ないよね。ない。いや、これは本当に痛快な、いいタイトルだなと思っております。どういう、いつも何々コメディね、移動コメディとかさ、漂流コメディとか、そういう企画性コメディと銘打ってから合わせてつけてるけど、はいはい、今回はどういう。今回は一応オカルト青春コメディなんですね。あの名打つとしたら。あ、そうなんだ、うんうん、青春も入ってくる。青春も入ってきます。おうおう、今回はちゃんと。だから旧校舎ってことはこれ学園ものだね。まあ学園ものですね。おうおう、はい、そっか、うん、いやこの間さ、去年がさ、うん、サマータイマシンブルース、はいはいはい、大学生やったばっかり。はい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 。今回もまたそうか、学園もの。今回はね、まあ、大体みんなヨーロッパのメンバーは教師をやることが多いとは思うんですけどね。おお、はい、で、まあ、今回はねちょっとあれです、あの、テーマは、はい、演劇との別れ、そして出会い直しです。そう、はい、別れも、別れも劇を見ることで、うん、お客さん目の当たりにできるんですか。まあ、どうなんでしょうね、演劇やらんのやみたいな瞬間がある。いや、そういうことじゃなくて、ね、いや、演劇って本当はこういうことやってよかったはずだと思ってるんですよ。御影とか、うん、あー、でもまあ、お化け屋敷のね、タイトルとかやったら、あ、ね、なんとなく、そうそうそう、うん、いや、そういうものともっとこう仲良くていいのになって思っていて、そっか、うん、なんていうか、その見せ物小屋的なそういうのもそうだし、例えばテーマパーク的なこともそうだし、なんか、うん、あ、それとかヒーローショーとか、はい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 、ああいうのって劇じゃないですか、はいはいはい、で、なんか劇ってもっとそういうね、うん、こう、なんでしょうね、アトラクション性があったり装置性があるものもあれば、あ、もっとこう、なんでしょうね、ワクワクするものも
なんですけど、うん、なんかそういうところに、はい、結構ほら小劇場の流れとかで考えたら、はい、もう少し狭く考えたら、はい、ちょっとこう、うん、そういう空気でもないのかなっていうのがやっぱり結構ね文学性が高まっていったりとか、そうそうそう、ね、うん、テーマ重視だったりとか劇作家としてはやっぱりその辺の流れは気になるんですけど、うんうん、ちょっと一旦別れ、うん、ああそうですか、あ、はい、そういうことですか、その要は、うん、演劇くんとこう別れることで出会えるものいろいろあるんじゃないかっていうのが結構最近の僕のテーマで、はい、アトラクションだ、アトラクションがいっぱい見れるんだ、うんうん、まあそうですね、アトラクションというか、まあそのお化け屋敷ってこう割と装置性があるというか、ホラー映画とかも実はそうなんですけど、ホラーって驚かせるために設計されたものじゃないですか、つまりなんかこのタイミングでこう安心させといてここから急にドンってくるとか、はいはいはい、なんかこう構成としてね、そうそうそう、うん、でお化け屋敷なんだからそのために作られた建物、うん、ですごくその建物自体が装置性が高いっていうか、うん、回転扉とか、うんうんうん、ね、人形今にも動き出しそうな人形が置いてあったりとか、うん、椅子があやですね置いてて何かそこで取らなきゃいけないとか、やだやだ、扉とか嫌ですもんね、やだよ、開けたくない、開けないと進めない扉、開けたくない、ね、いやそうそうそう、うん、好きだねこういうの実は、いやみんなダメなの、そうです、怖いですね、うん、あそう、え、オカルトって聞いてあちょっと、あ、いかんとこかなってなる人もいると思うよ、ちょっとなります、そっち側、いや、ね、ヨーロッパ企画さんのことだから、うん、そんなね、めっちゃコメディなんのかなと思いますけど、うん、ちょっと苦手、気分に住んどいていやいや、キブネはないと思ってる、そっからだったら映画の深夜2時のキブネは、本当にそうなんですけど、しかも目が、いや本当にしかはいますから、いつでも別に、うん、いやいやもう怖いのはやっぱ怖いですね、うん、ちょっと苦手な分野ですね、うん、でも客席に別にね影響ないですよね、うん、あ別にそしてあの怖がらせようっていうか、うん、そのホラーを作りたいっていう、うんうん、まあこうことでもそんなにはなくて、いやホラーの方法論を使って、うん、あそうそうそう、うん、というかだからその、うん、いやそういう話ってあんまり演劇の現場でこうしないなと思って、うん、さっきのその扉が開けたらドキドキするねとか、うん、そういうのでこうプリミティブな、うん、面白さだと思うんですよ、はいはいはい、で、うん、なんかそういうことってあんまり、いやこの魚影の、うん、ね、うん、今回のような劇なんて、うん、あんま演劇界で多分やる人たちが、うん、まあいるんでしょうけど、うん、あんま心当たりないなと思って、うん、ちょっとこれやった方がいいなということで、だから美術家さん、うん、あの舞台美術の永田さんとも、うん、もちろんそのこう10年来の付き合いなんで、うん、すごいね、まあ本来もっとちゃんとしたって言ったらあれですけど、うん、こう正確こう正しい道にいらっしゃる方なんですけど、うん、僕とやるときはすごいね、そういう遊び心をいろいろ発揮してくださる人なんですよ、装置らしい装置を作って、僕はそう思ってるんですよ、もう忍者屋敷みたいな、もう本当の意味での装置、装置をそう、忍者屋敷的な、はいはいはい、はい、なかなかこう勇気持って今作ってくれる人ってね、まあ結構そうやな、稀有だと僕は思ってるんで、確かに見てないわそういう劇、なんかお芝居するのが楽しそうですね、そんな装置の中で、そうなんですよね、うん、そういう風に、はい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 、っていうのが、うん、まあだから今そうやってこうね、仕掛けのこと考えたりとか、うん、まあそういうことはちょっとなんかね、演劇の潮流を気にしてしまうとできないことが多いんで、一旦そうか、うん、じゃあもう本当に岸田國士戯曲賞はもう投げ捨てるぐらいの、投げ捨てるぐらいの、ね、返却、返却、一旦棚上げでもう一回ください、10年後にこれが成果が出たら、なるほどなるほど、はい、魚影は岸田國士戯曲賞は取れない作品ですかね、これ一旦取れなくなるやつかもしれないですね、楽しみですね、これはだいぶこの尖ったことっていうか、もう、うん、ね、もう演劇をと分かれるっていう意味で分かりました、あ、分かりましたか、あ、そうなんです、うん、で、まあ、出会い直しっていうのはそれで新たなまた何かが生まれるんじゃないかというのが今回の、うんうんうん、どうなんですか、役者出演者として、僕は一出演者なんですけど、はい、なんか準備することってあるんですか、参考資料をね、はい、3つほど持ってきましたので、うん、まずはこれですね、うん、あの絵本
学校の階段絵図鑑。あれ、ま、絵本、はい、僕ねよくね、うん、まあ、資料に当たるときに絵本のコーナーに行くんですよ、うん、で大体 何事もこう、うん、なんていうんですかね、大体例えば絵画のことでも、うん、あの何でもまあ難しいんで、いきなりその絵画の専門書を読むとわからないんで、まずは子供向けにやってる本は便利なんですよ。なるほど。そっか、そっから行くんだ。結局わかりやすいんで。うわわ。うわ、ちょっと、うん、教室で起こる怪談。全3巻あるんで。あ、こっくりさんね。あー、なるほど。うわ。うん。まあ、そうなんですよ。え、だいぶこれって何ていうの？ティーンっていうか小学生。に対する本にしては、うんうん、めちゃくちゃ丁寧にこれ、あ、そうなんだ、監修されてるんで、ミネルヴァ書房から、いや結構ね、あの音楽室のベートーベン、ベートーベンがね、絵が動く、ワクワクするでしょう、はいはい、あ、だからさ、僕うち小戸小学校宮崎の学校の正門にこういう運動してる銅像があるんだけど、そいつがやっぱり夜中に校庭走ってて、あ、朝になってたまにこの振り切ってる手が逆になって止まっているとか、そんなあったな。なんか階段の数が変わってる時に上がるとダメとか言います。あったんですよ。でこれ全部大体本当にこれ今回たまたま良かったのは小学生とかの話が多くて、もう大体中学高校になるとこういう話ってしなくなるんですよ。そういう、もう恋とかさ、いや受験とか勉強シフトチェンジしました、するんで、そうそうそうっていう、この 今更何をその話してんだっていう感じと、うん、この演劇界のこの状況、うん、演劇界でこういう話をしない状況とはやっぱりこう、うん、ニアなところがあるなと思って、そういうとこに、うん、結びつけましたね、はい、演劇界とこういう話しないけど、うんうんうん、しないけど、うん、ね、好きでしょ、好きでしょっていうか、気になるんじゃないのっていうところですよね、うん、いや、まあ、今本パラパラめくりながら話してますけど、まあそうなんですよね、今回だからもう本当に学校の七不思議っていうね、はい、各こういろんなところに伝わる物語のさらにマイクストリーム版をやるということで、なるほど、71倍ですからね、マジでね、もう肩、もう筋肉痛になると思う、魚影、多分魚影は最低77すると思うんですよ。あ、うん、なるほどなるほど。でキャストがね結構20人近くいるから喉多分枯れると思うんで、あの魚影のところはもう音声でやろうかなっていう今思ってます。役者に優しい、うんうんうん、そうか、悲鳴は枯れるね、確かに悲鳴は枯れるし、悲鳴70なんか聞きたくないかなと思うんで、もう魚影大年先生チックですね、ちょっとなるほど、まあ、はい、それも面白い掃除ですね。うん、え、じゃあまた次の、そう、他もう一つはこれね、雨村光さんっていう人のね、これ粘膜人間っていう、これはもうがっちりホラーというか、うん、グロい方のホラーで、そうだね、これ実はね森美さんに勧めてもらったんですよ、森美富美、はい、うん、で森美さんに、うん、いやちょっと最近、まあ、って言っても3年ぐらい前ですかねに言われたんですけど、いやちょっとすごい本があってですねっていう感じで、こうホラーとかあんまり僕も読まないんですけど、これはちょっと面白かったですよ、って言って勧めてもらって、何単語覚えてて、もう帯が、もう帯がね、はい、グロい、とにかくグロいって感じですよ。もういや全然怖いというより、うん、わ、確かにこれ現今の最新系のホラーってこういう感じになってるんだという、ちょっとまあ、あの内容をねあまり読むわけにいかないですけど、うん、1行目なんてもうこんな、うん、1行目、おお、衝撃的な、え、やだそう、あらあら、はい、でやっぱ読んでいくと、あ、そう、まあ面白かったです。あ、直接的に怖いじゃん、なんかもうその、うん、じわじわさ、なんかね、じわじわしたね、ムードから、いや、これね、本当にね、こうちょっとね、正直グロさもあるんですけど、はいはい、それ以上になんか、うん、なんでしょうね、あ、こう不安を煽ったり、じりじり額に汗をかくような時間がすごい描かれてって、その描写が僕は好きだったですね。第15回日本ホラー小説大賞長編賞を受賞した消費の問題作、角川から出版されてます。そうなんですよ。わ、これはじゃあ、まあ、っていうのは、要は、
ホラーのこともしっかり押さえとかないと、うん、なんとなく今回ねなるほどせっかくこれやるんで、はい、っていうところです割とホラーの、最新版の形がこれそうですね、うんうん、そういうのから、はいはいはい、もう一冊がこれですね、はい、あの置き去りにされた高校生たちっていう、 こう教育困難校を描いたルポルタージュの、うんここにはい、また全然違う行営の社会の矛盾に翻弄される、うん教育困難校の時代、はいはいはいまあ、これ、まあ、これに限らず、うん、いろんな教育困難校だからスクールウォーズ的なまあそうですねちょっとこう、うん、今、まあ、現在こう、うん、ほらこうなかなかこう、うん、教育が困難になって、まあこうはいはい、学級崩壊してるようなこうところとかっていう学校があるんでこれルポルタージュなんですけどはこれ大体ねっていうのは、ね、何かとホラーっていろいろ読んでて、うん、ホラーとしては面白いんですけど、うん、なんかね政党が存在なんですよは扱いが例えば、深夜ドキドキしてて、うんまあ、忘れ物しちゃったって取りに行ったらえ、ごそごそ、なんか音がするなあれ、図工室から音が聞こえるなまさかまさか近づいたらこう石膏像が襲ってくる、うんはいはい、ギョエー、うん、終わりみたいなのが多いんですよ学校の階段って、はい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 、みたいなのが多いんで、うんうん、それはそれで僕はドライで好きなんですけど、うん、もう少しやっぱり、まあ、演劇なんでちゃんとその人間に寄り添わなきゃいけないっていうことで、うん、なるほど生徒たちのことをしっかり見つめようっていうので、うんうん、一応こっちも青春って言ってたもんねあ確かに確かに、はい、はいはいはいあじゃあ割とこの割と現代のその教育の問題とか最近それとそっちも読んでますね、うん、今部活動の現在とかへえ。あ、そう、はい、あそっちの路線があるとはちょっと想像できなかったですね、タイトルだけではいや、そうでしょう、うん、もうただただ77ふざけて終わりと思ってたでしょ、うん、思ってた、思ってた違います、ちゃんと人間側もやっぱりそれに対し、抗ってもうリアクション芸を鍛えようと思ってた、うん、違います違うんですねそれはもう全然罰で、うん、罰はい罰やっぱりその中で人間の営みをやっぱり目いっぱい描かないとダメなんでうわこれはうわじゃあ本当に現代演劇としてもそうです、ね、ちゃんと成立しているものにするっていうそうですねそうでしたかええおみそりしましたうわ、うん、そう長野さんの、ねええ、役は人体模型なんですけどちょっと人間を描きたいものになったところであれ人体模型いやいやちょっと分からないですけどそこはね、内緒なんですけどだいたい稽古初日に、うん役が決まってたりそうですねでも稽古でエチュードして作る中で決まる人がいたり、はいはいはい、それぞれなんですけどうんそうですかうわちょっとこういう今回はねまあそうなんですよまあ新たな挑戦にわすごいこれはチャレンジングだ、うん、楽しそうやる側としても非常に楽しそうなそうですねうん、うん今回ねちょっと今21年目なんで、うんまあ、20年目でなんとなく全員ね、はい、こうお客さんもこっちもほっこりしてしまうタイミングなんで、うん、今回こそ新たなことをやる、はいまあ、チャンスかなということで、はい、分かりましたありがとうございましたありがとうございました、まあ、こちらね、6月29日にチケット一般発売になりますんで、ぜひ、詳しくはヨーロッパ企画のホームページをチェックしてみてください、はい、それでは今日のゲストは上田誠くんでございましたありがとうございましたありがとうございましたはいといったわけで、ラジオドラマのコーナーやってみたいと思います。はい。はい、ご存知名古屋道。はい。魚影。魚影。名古屋道。第3話ということになっておりますけども、作家は中川春樹先生、中川区出身の名古屋市中川区出身の中川春樹が書き下ろしております。それでは第3話開演いたします。行ってきまーす。長野様。げ。今ちょうどお伺いするところでした。あ、長野様、お出かけですか？長野？いやいやいや、いや人違いでは。いや今出てきたじゃないですか。長野って表札に書いてあるじゃないですか。まあ。逃げようとしました？あ、いや違うんですよ。いや僕は別に名古屋に対して差別や偏見なんて持ってないんですよ。だから大丈夫ですよ。通っていただかなくても。あの分厚い本でちゃんと勉強するんで。名古屋大好きなんで、はい、じゃあなんで LINE 既読スルーするんですか電話にも出ませんよね
いやそれは、うん、だからこうしてご自宅まで。いや本当にすいません、でもちょっと今日はもう急ぐんで用事あるんで。あ、駅ですか。じゃあご一緒します。まあ駅ですけど、じゃあ歩きながら、お渡ししたパンフレット読んでいただきました。うん、もちろんですよ。いや、いやがっつりは読んでないですけど、まあ、まあ、ペラペラっと。ペラペラ、え、怒ってます。面白い雑貨がたくさん売ってる遊べる本屋さん、ビレッジヴァンガードは知ってますよね。はい。どこが本社ですか。いや、パソコン使えますよね。あの、なら、バッファローという企業の本社は。いや、わからないです。トマトジュースのカゴメは、印鑑のシャチハタは、スポーツ用品のアルペンは。名古屋ですよ。ああ、そうですか。じゃあ、自動車のトヨタは。ああ、それは知ってますよ、名古屋。トヨタですよ。いやいやいや。そういうことですよ。いや、今のは引っ掛け問題じゃないですか。トヨタは名古屋市ではなく、愛知県の豊田市ですよ。トヨタって言ってんだから。すいませんでした。まあ。全然読んでないですね。いや、ペラペラとは読んだんですよ。ちゃんと読んでください。読んだら分かりますから。今言った通り、名古屋にはたくさんの優良大企業があるんです。日本の経済を支えているのが名古屋、そして愛知県の企業なんですから。はい。名古屋の企業がどれだけこの日本経済に貢献しているか。それなのにあなたをはじめ世の中は名古屋に対しての認識が希薄すぎるんです。いやいや、そんな大げさな。まともな感性をお持ちなら名古屋に足を向けて寝れないですよ。いや、そこまでしなきゃダメなんですか。名古屋には日本一や世界一のものがたくさんあるんです。あ、そうなんですか。名古屋の港、この名古屋港、貿易額、この輸出額は日本一ですし、名古屋の地下街は日本最古の地下街ですし、中部日本放送、つまり CBC は日本初の民間放送局です。中部国際空港セントレアは世界の空港を格付けするザ・ワールドベストエアポーツオブ2019において第6位に選ばれていて、世界一の地方空港となっているんです。あ、とにかくすごいと。もっと感動してください。いや、すごいな、すごいな。いざとなればね、名古屋は日本から独立したっていいんですよ。独立？はっきり言います。名古屋はすでに一つの国家と言っていい。大丈夫ですか？それだけ名古屋という町はすごいんです。いや、企業だけじゃないですよ。濃尾平野を生かした第一次産業も盛んなので、自給自足が可能ですし、あ、知ってますか？白菜はね、名古屋が発祥の地なんですよ。いいですか？我々がその気になったら、あなた方お鍋食べられませんよ。いや、発祥なだけでしょ？文化的にも。漫才の発祥は東区矢田町の長母寺の初代住職が村人に法華経を分かりやすく説くために節をつけて教えるようになった、この終わり漫才が起源と言われているんです。それを大阪の奴らが盗んで。いや、盗んだって発祥なだけでしょ。全ての人類の祖も名古屋と言われています。うわ、世界四大文明なんて言われていますが、実は世界五大文明なんです。メソポタミア、エジプト、インダス、コーガ、名古屋。すみません、恥ずかしくないんですか。名古屋の大河、庄内川のほとりに最初の人類が文明を築いたんです。庄内川大河じゃないでしょう。アダムとイブも名古屋人と言われています。旧約聖書じゃないですか。パンドラの箱は熱田神宮に秘仏として保管されています。どうしてですか。キリストも名古屋の馬小屋で生まれ落ちたとか。とかじゃないですよ。地動説が信じられていた頃、大地は巨大なシャチホコの上にあった。それ象ですよ。それは名古屋こそ約束の地なのです。マジで叱られますよ。全て消された歴史です。じゃあ、あなたが捏造しようとしてる歴史でしょ。宗教ぐちゃぐちゃですよ、さっきからずっと。何を言ってるんですか。ああ、もうすみません、駅なんで僕ちょっと行かなきゃいけないんで。宮崎駅、いや、綺麗な駅ビルですよ。こちらもね、宮崎牛も食べられるお店とか、宮崎の物産ってもう充実してますよね。はい、まあ2020年には駅舎もリニューアルするらしいですよ。では名古屋の駅ビル、JR セントラルタワーズと比べたらどうでしょうかね。いや、どうって別に競ってないですよ。名古屋の駅ビルはね、世界一の高さを誇っているんですよ。ギネスにも認定されているんです。へえ、そういうことですよ。うん、すごいな。あ、ではこれで。車窓を流れる見慣れた街並み、古代から続く美しい自然、穏やかな気候、我が愛する故郷宮崎。そこに現れた古代妄想郷のパラノイア名古屋人中川。彼はこの後も僕の行く先々に現れ、虚実入り混じった不思議な話を繰り広げる。恐ろしくもあり、悲しくもある。そんな男中川、僕と彼との物語も
この線路のようにまだしばらく続く。ちなみに名古屋の駅ビル JR セントラルタワーズは数年前大阪のアベノハルカスに世界一の座を奪われている。ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ、この番組は京都のヨーロッパハウススタジオからお送りしております。はい、聞いていただきましたラジオドラマ名古屋道第3話でございました。キャストの紹介いたします。はい、中川さんは、中川春樹、はい、そして、彼に訪問された男、宮崎出身長野宗則ということでございました。はい、はい、ですね、まあ今回からは、まあ、書き下ろし完全なるね、書き下ろしなんですけど、ループ感はなぜか否めないっていう。あー、そっか、やっぱりね、中川が来るとね中川が来ると、うん、こう厳格なんじゃないか、厳重なんじゃないか、はい、なるほど、既視感、はい、何か感じられてしまうっていう、知ってました、企業ね、ビレッジヴァンガード、いやー、びっくりです、ビレッジヴァンガードびっくりしました、うん、トヨタとかはね、もちろんね、トヨタ、うん、そうそう、バッファローとかさ、うん、なんかカゴメジュースとかさ、すごいですよね、本当にこう聞くと、すげーじゃんと思って、本当に名古屋ですね、世界は、世界はもう本当世界ね、総名古屋化計画だって、世界に行ってる企業がもうほとんども名古屋が牛耳ってるっていうか、ね、すごいじゃん、いや本当に夢じゃないですよ、漫才の発祥名古屋ねえ、すごいですか、うん、うん、ということなんですよ、やばいか、もうすげえってなってきてる、正直ね、名古屋が、いや、うん、もう一刻も早く行きたいです、名古屋に行きたいと、うんうんうん、はいはいはい、うんうんうん、何する、名古屋行ったらまず、え、何する、とりあえず名古屋飯を食べますかね、名古屋飯を行くという、ね、だからそろそろね、名古屋飯の話来てほしいね、あ、そうですね、やっぱり、うんうん、名古屋飯の回ももちろんあります、絶対ありますからね、うん、あと今のところね、中川長野の物語って進んでますけども、リコちゃんも登場するということを聞いています。登場するんですか、はい、いいんですか、聞いています、ありがとうございます、はい、京都女として絶対役役じゃないですか、するというふうに聞いておりますのでね、はい、でラジオドラマの中で名古屋に行くんじゃないかなっていう、あー、嬉しいですね、それは実際名古屋に行くより先に行くそうですよ、うん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 、おそらく構想を聞いてると、なるほど、はい、はい、じゃあエンディング告知の方いきますね、はい、ですね、京都ニューシネマ、こちらがですね、京都シネマ京都なんですけどもね、京都でしかやらないんですけども、6月の21日金曜日までやっておりますのでね、はい、ぜひぜひこちらチェックしてくださいませよ、ぜひ、はい、じゃあ宛先お願いします、はい、いつでもお待ちしております、宛先は全部小文字で europe.broadway@gmail.com europa.broadway@gmail.com です、聞き取れなかった方はヨーロッパ企画のホームページをチェックしてください、はい、といったわけで、はい、はい、本公演の方も動き出しましたんで、はい、うん、また公演に出るね、キャストの方とかもゲストにお呼びしたりとか、はいはいはい、して、いろんな話を掘り下げていきたいと思いますので、どうぞお付き合いください、お願いいたします、はい、というわけでヨーロッパからプロデュースプレゼンティアお開きです、それではまた来週、さよなら。